パーマン。え、4万3枚でリーチ、リーチ、リーチ。3枚で、3枚で。よし !3 枚で、来い。マジで。3枚で。これ、わかりますか？これはわかりますよ。え、じゃあ、これどういうことが起こるか。はい、はい、言ってください、言ってください。これ、一発そうです。一発まで。いや、いい。いい勝負だろう。来い。どうせ。発せるとも大丈夫だろうね。発想じゃない。絶対一発も。マジで一発も。一発もトップだからね。いくよ。無条件。無条件で。ロッキューピンだよ。はい。怖い。いないいない。赤ウピンなのかい。トップアピンいない。ロッキューピン。いないいない。赤ウピンだよ。ワンパイにいた。言うてこれ、ウッパンでワンパイだよ。見えた。見えた。見えた。いや、マジか。絶対足りない。絶対足りない。てか、本当にトップとしてみたいな。積もって裏位置でトップなんだって。見ててください、これ。30%ぐらい。マンズが、マンズの上が裏ドルだから。え、いや、そもそも、まず、ロッキューピングされてるだけで、とりあえず2着確定だから、そう。別に、いいけど。松ヶ瀬さん何言ってんの？松ヶ瀬さん。いや、これがさすがに来る。さすがにロッキューピンの勝ち。でも確かに、愛子ちゃんが堀ちゃんに羽まん打つ可能性もあるな、みたいなね。違う違う、堀がこっちに打ってほしいの、松ヶ瀬は。それもあるよね。だからなんかどっちもあるもんね。だから堀さん条件満たしたっぽいしさ、リーゴ出して8000打ったらもう終わりだから。だってそうそう、打ったら終わりなのにリーチ打ってるから、絶対条件満たしてるから、羽まん打ってもおかしくない。いや、絶望だな、この返しのこの出すぐらい。でもまあ、折で、折がなんか一番着アップしそうだな。そりゃそうです。展望収集も。うん。滝沢君は不展開したこともないのがいい。スープピン打った。はい。ウッパピンね。赤ピンじゃねえ。ロッキーピンね。ロッキーピン、ロッキーピン、ドン！やめて。やめて。大丈夫、大丈夫。赤いの見えないね。ワンパ、ワンパ。赤かったら負けね。いや、違う。滝沢君に赤がいけ。ないのないのない。そうないそう。ないでしょ。松ヶ瀬さんに行く。見てた。うちらのロッキー見てるから。そういうことだよ。奇跡起きてるから。ないのよ。まだ見捨てないから、ロッキューピン。はい、はい、行くよ。ロッキューピンね。ロッキュー、ドン！やめて。せめてリーグね。やめて。いやいや、ダメ、大丈夫、大丈夫。ロッキューピンしかない。いないから。いつも2回です。4回。これ、俺。マジか？いや、大丈夫、1回です。え、待って、入ってるっち？うち。違う。堀さんだわ。ほんとだ。堀さん、メンピン工程裏も OK ね。大丈夫、大丈夫。絶対ロー、絶対ローピンだから。もう間違いないから。これローピンだ。はい、ありがとうございます。よし。で、最後にここにローピンがいても、うちにローピンいても。で、これ、入力しても2着ね。はい。はい。あこみさん、ありがとうございます。あかんか、違うな、こいつもいた。怖い。よし。怖い。やめてください。ローピン、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 ローピン。で、ここにローピン、ここにローピンでうちトップ。裏位置ね。裏位置トップ。ローピン、ローピン、ローピン。2着。ありがとうございます。